今日も早めの1時前に入るも先客がいる。ただし到着と同時に1名帰宅。後に分かったがお知り合いの A さんだった。こちらも後に分かったが残った1名も知ってる U さんだった。2時ごろ T さん到着して3人知り合い同士釣りをすることに。ちなみに大雨になったりやんだりが繰り返し、釣りしやすくはなかったが当たりは多め。仕掛けは75緑ケミ、天野はいろいろ変えたが、大和の SSS とか中華の SSS とかスパーク天野の 8g とか、とりあえず軽い名が良かった気がする。最近のパターンは後半いわゆる4時から食いが悪い、全くないわけではないが当たりが減る。当たりがあっても甘紙の状態で合わせるのが面倒くさい。途中電気浮気も参加してたが結構当たりはあるみたい。しかし魚がとにかく小さいので食い悪そう。写真では分かりづらいけど最小で 1.5 本、最大で3本弱。今はどこでも釣れてるけどどこでも小さいサイズなので電気浮きはかなり辛そう。そして天野もかかり悪くて少しストレスを感じる。結局5時30分までやってちょうど40本。数は前回より増えたけどサイズが小ぶりが増えたので、なんか結果的にはイマイチな気がする。言い忘れてたけど餌は全部キビナゴ、冷凍の700円パックが1箱分ちょうど使う始末。結構バカにならない。あと雨のせいか釣り客少なかった。まあ大雨だったしね。ウプ主はずぶ濡れになって釣ってた。風なければ明日も雨でも行きたい。なお動画はない。雨が横雨になったりして濡れたから録画するのやめた。どっちみち猫もどこか行っちゃったし。